トマベ知識認定コーチの西村です。アベノミクスを超えてっていうのを読んでてちょっと思い出したんでございますけれども、この本の中でトマベチ博士、自分が2012年の末にですね、選挙に出た時の話をちょこっと出してるんですけど、この写真もなんか、トマベチ博士、自分がなんか髪が長いのってなんか黒いバッグだから見えてないですね、全然。トマベチ博士って髪長いんです。で、伸ばしっぱなしだから、ずっとの、伸びてる一方で、そのうち、剥げたらちょんまげにしようかなって言ってるくらいで、すごくこだわりがあって、多分、そのロングの毛を切るおつもりは全くないと思われます。私別にそれでいいんじゃないかと思うのでございますよ。私、小樽の選挙の時、ちょびっと事務所の立ち上げだけお手伝いに行ったので、選挙活動っていう言葉が始まる前にだけちょっと拝見してたことがあるんですけれども、その時に見た状況。小樽って、北海道の小樽って、地方でございますから、私も石川県の金沢市出身だからわかるんですけど、地方って真面目なのに、ロングのヘアの男が選挙に出るのかみたいな雰囲気がありますよね。ないとは言わせない。それでですね、トマピチ博士、もう当初から髪の毛を背広の中に入れて活動していらっしゃいました。まあ、しょうがございません。私でも、基本的に政治って、変わった方法でいいじゃんと思うんでもないんです。っていうのは、昔のお札の伊藤博文とか、板垣退助とかって、すごいおひげしてません？個性的なのって別に政治家にとって悪いことじゃなかった証拠だと思うんですよ。政治家は、政策の、良し悪しがあってなんぼ。髪型はどうでも良いじゃん。と私は思うのでございますけれども。皆さんいかがでしょう？ということで、ちょっと北海道の政治活動中、髪の毛を隠していた、ちょっと災難なトマベチ博士でございました。